オンライン講習は自分のスマートフォンなどで専用サイトにアクセスしマイナンバーカードで本人確認をした後、およそ30分の動画を視聴します受講後にはこれまでどおり運転免許試験場などで更新の申請をする必要がありますが滞在時間が短くなることで混雑を回避することができると期待されています この取り組みは来月末まで北海道を含む4道府県で試験的に行われ、2024年度末にも全国で導入することを目指しているということです。